倉庫そこそこラジオ相鍵ってネットで番号から作れるって知ってました僕全然知らんかったんですけどもなんていうことでどうも関西で喋りてなどをしております倉庫と言いますそこそこラジオ今回は鍵の底がでお話ししたいと思うんですけども 日一昨日ですかネットニュース見ておりましたら鍵の製造番号を盗み見てネットで合鍵を作って女子大生の家など侵入していたっていう大学生が捕まったってそれも100件余りに侵入してたんちゃうかっていうことなんですけどそもそもがその合鍵を ネットから番号だけで作れるとか全く知らなくて僕もうい鍵いといえばその鍵屋さんに持ってってあのねどこが削られてるとかの形状を何やったらぴったり当てて同じに作らなあかんのかなぐらいそんなアナログなふうに思ってたんですけどももう製造番号でどういう形か わかるんですねまあそれが当たり前といえば当たり前なのかもしれないですけど僕はもう全く知らなかったんで驚きやったんですけどもじゃあそもそも鍵ってどういう仕組みなんかなとか思ってあのー、同じ形のじゃあ鍵は全く ないから大丈夫っていうことなのかいや待てよと集合住宅マンションとかで入り口とかゴミ置き場の鍵はみんな共有どの家の鍵でも開くとことかあるじゃないですかでその鍵で家をまた開けれるってどういう仕組みになってんのかなとか思ってちょっと鍵について調べてみたら。 鍵ギもいろんなこう有名メーカーがあってゴールこれよう見ますよね GOAL ゴールっていうのとミワロックミワ MIWA この2大トップメーカーにさらにまあもっと KABA カバーっていうのもあったりこれはなんか 世界的にも有名でとか世界最高峰カバ車なのかなそんなんもいろいろあんねんな思って見てましたらそのシリンダーその鍵穴とその片方だけギザギザ鳴ってるか両方だけギザギザ両方ギザギザ鳴ってるとかでいろんなパターンがやっぱ出てくるみたいでそのパターンが 理論鍵違い数って書いてありますけどこの理論鍵違い数が1兆を超えるので鍵が他の人と被ることはそうありませんとか書いてあったんですよ。1兆パターンもそのあのギザギザの刻み方とかあとはあのなんか今はギザギザじゃなくて電子系みたいなのもありますかねなんか。 そういういパターンで被ることとがないとでも理論鍵違い数が上限に達したため庭ではこのタイプは廃盤になりましたとかそういうそのシリンダーの形と鍵穴のその刻みギザギザの刻みでもうパターンが上限に達したら また違ううシリンダーを作るっていうことなんですねでもまあ一兆を超えるパターンとかがあるみたいなんでなかなかはこう上限には達しないということですけどもでもそのそれを管理するのにやっぱ番号が必要っていうことですよねでその番号さえ分かれば合鍵がいとも簡単に作れるとこれは盲点というか全く知らんかった怖かったでテレビ見てても。 防ぐのはその番号が見えないようによく市販で売ってる鍵のカバーとかをかけるしかないっていうことみたいなんで皆さんねこの便利になっていい部分悪い部分鍵屋さん行かなくても自分が本当に合鍵作りたい時は番号から作れるということですが。 製造番号から作れるということですがその製造番号は絶対他人には見られないことが必要だということも今回僕はこの事件で初めて知りましたけども知らなかった方は要注意ですよいや鍵の世界も奥深いっすねちなみにそのゴール GOAL って見たことあると思うんですけどそのゴール社のゴールっていうのは グッドオーナメンタルアドバンスドロックス高品質で装飾美に優れ先進的な鍵と情の4つの頭文字を取ってゴール GOAL グッドオーナメンタルアドバンスドロックスの頭文字を取ってるらしいですよ鍵が開いたからゴールっていうわけではないみたいですそれも知りませんでした なんていうことでお聞きいただきありがとうございました。そうこうでした。さよなら。バイバイ。